こんにちは、スイートルームのみかです。いつもご視聴いただきありがとうございます。先日ご紹介したアロマストーンディフューザーですが、我が家では大量に作成して、お家のあちこちに飾って、見た目の可愛さと香りに癒されています。高校生の息子の部屋にもこそっと置いてみたら、嫌がらず飾ってくれていました。さて、本日のハンドメイドは、はい、こちらディフューザー液がなくなったので交換しようと思ったんですけども、お花感がもうちょっとあればいいのになって思ったので、ここのところにお花足せるんじゃないかなと思いました。ここにお花をアレンジしていきます。でもう一つは空き瓶なんですけども、ここのスペースが多いのでお花をアレンジして可愛くできないかなと思ったので、アロマストーンディフューザーの瓶にフラワーアレンジをしていこうと思います。この子たちがしっかりディフューザー液を吸うので、この周りには結構水分がある状態なので、プリザーブドフラワーは不向きです。今回はこちらアーティフィシャルフラワーを使ってアレンジしていきたいと思います。可愛いですね。レッスンの時はこういう綺麗なアーティフィシャルフラワーをたくさん使っていただくんですけども、レッスンでアレンジをするのに使いづらいお花をこういったボックスに入れてるんですけども、これを使ってフラワーアレンジをしていきたいと思います。この蓋がグリーンなので、グリーン系のこういった葉っぱをうまくアレンジしたいなと思います。お正月のしめ縄用に買った実、ラメが入った状態なんですけども、入れちゃおう。白いお花もアクセントに入れていこうかなと思います。でピンクはちょっとここ広いのでアジサイを入れたいので、このアジサイでいこうかな。アジサイでこのガラスを囲んじゃおう。ちょっとくすみ系な感じでブルーの実も入れます。こういった感じの小花を散りばめていくような、かすみ草の造花です。結構かすみ草にしたら大きいんですけども、つけてこうっと。ラベンダーもあるのでところどころ追加していきたいと思います。こんな感じで2つのお花を選びました。グリーン系とピンク系で、ナチュラル感があるような感じでアレンジしていきたいなと思います。貼り付けはグルーガンを使っていきます。この瓶の蓋だったら横につけていくような感じでしっかりつけていきましょう。茎は太いところはカットしていきたいと思います。よいしょ、つけていきます。つけて、ところどころをつけて貼ってっていうようにつけて貼って、曲線なので貼りづらいですが、ちょっとちょっと曲線だし茎も細いからつけづらい。こっからぐーっとここまで貼り付けました。でここも空いてるので、もうちょっとね重ねて貼り付けていきますね。重なるところからグルーガンをつけて、はい、で貼り付けます。最後
端をつけてあげてください。ギュッと引っ張って、ここら辺が密度が少ない気がするので追加しておきましょう。今度はこっちの葉っぱの方につけていきます。葉っぱにつけて、えい、長いのを小刻みに切ってあげて、この密度が少ないところに貼り付けていきたいと思います。この芯のところにグルーをつけて、でこういうグルーがね見えてるところがあります。こういう大きめのお花で隠せばいいので、あまり気にせずに葉っぱはねしっかりつくように留めてください。ローズマリーもカットしてつけます。これぐらい一目みたいな感じで、このローズマリーは結構濃いめなのでアクセントになるんじゃないかなと思います。茎をしっかり切っといてあげないと、茎が太いので葉っぱが目立たなくなっちゃったりするので、しっかり切っておきましょう。でグルーをつけてペタ。あとはこんな感じで貼り付けようとイメージで置いてみました。貼り付けていきます。かわいい。グルーガンで貼り付けていくだけなのでとっても簡単です。前から見たらこんな感じで、後ろから見たらこんな感じ。後ろはね壁なのでお花は貼り付けないでおきます。お好みで全体につけてください。つぶつぶもつけていきます。同じようなね、同系色でまとめてるんですけども、パッと見た時に全然違う質感がある方が楽しいアレンジができます。はい、ちょっとこの白がねすごくアクセントになって、フクロウ自体もねお花が入ることによって引き立っているような感じがします。ちょっとねキラキラが入ってるんですけども、がっつりつけちゃうとラメラメ感が目立っちゃうので、これぐらいにちっちゃくカットして貼り付けましょう。フクロウさん完成にします。ウサギちゃんはここアジサイをバーッと貼り付けていきます。茎のところにグルーをつけて、でどっか貼り付ければいいです。茎は短めにカットしてもらうと貼り付けやすいと思います。スレスレにしちゃうとここの粒が出ちゃって花びらとプラスチック分離しちゃうので気をつけてください。お花畑の中にいるウサギちゃんのような感じ、めっちゃ可愛い。ちょっとこうビラーンと伸びた状態よりかも、花びらを持ち上げてこんな感じですね。立体感がある方が可愛い。貼り付ける。
めっちゃ可愛くないですか。お花の上にウサギちゃんがいる。水分がこう染み込んでしまうので、できたらあんまりウサギちゃんに花びらはつかないように貼り付けるのがベストです。くっついてるから、私はこれを外してもうちょっと下にくっつけます。この色、ウサギちゃんの色にすごくね合ってるので、これを入れたい。ちょこっと見えるような感じのところに入れていただくのがベストです。このパープルのアジサイをこちらをアクセントに入れていきます。広げずにこう半分に折った状態でグルーをつけて、で半分のまま貼り付けたいと思います。これちょっとねちらっと見えている感じです。グルーをつけて感じ。ここにできている隙間があるんですけども、そちらにこのようなちっちゃなお花を入れていきたいと思います。霞草の造花ところどころアレンジします。ラベンダーをねちらっと貼り付けて、こういうちょっとなんかちょっとした隙間が気になるので、そこを埋めるために入れておきます。強引に入れて、あんまり上にしちゃうとこの蓋開けづらくなるので気をつけてください。青が見えるだけでね、アクセントになるので、どうかな、これでちょっとこっちずらしてこうか、こうしようか、こういう風な感じで、とバランス的にこのラベンダーをここへ入れておきたいと思います。いいね、いい感じにできました。よし、そしたらこんな感じで完成です。で、フクロウちゃんも持って感じですね。ウサギちゃんね、正面から見るとねちょっとなんか上向いてるので、この口、顎しか見れないので、私はいつもこう横に置いてます。はい、で、フクロウはね正面で置いてます。あとはディフューザー液を入れて飾っておきたいと思います。